ちゃんと捕まってろよ、危ねえだろ。はい。そんなにべったりくっついたら運転が。じゃあ5時には終わるから。だからなんだ。そっかそっか。え、送り迎えの俺。いや、誰も迎えに来るとは言ってねえぞ。じゃあ5時には終わるから。な、5時には終わるから。綺麗。そうか、普通だろ。絶対幸せになるね、あの二人。なんたって私たち二人の誕生日に結婚したんだもん。明後日の夕方には帰ってくるからね。ああ、キャンプな。その次の日は夏祭りに行くんだからね。ああ、そんじゃまあ楽しいキャンプを。こう。ん？おやすみ。ホームラン賞の靴下。ずうずうしい。サービスのメダルにそんな権利あるわけないでしょ。ああ、そうかい。はい、靴下3足。何年ぶりかな、お前とバッテリー組むの。小6の時だから丸3年だな。の、何がオーライだよ。これはランニングホームランでしょ。ランナー戻れ。知らないって言ってるでしょ。おお、それじゃどうして君が女子体操部の部室を通り過ぎた後にレオタードが消えたのかな。部屋の前を通ったのは俺だけじゃないでしょ。秋先生、目出し帽をかぶった黒ずくめの男がレオタードを持って自首してきました。なに、犯人は目出し帽をかぶった黒ずくめの男だったのか。もう帰りますよ。北村。ん、お前足も速いし体育の成績も悪くないんだから、高等部行ったら何か運動でもやれよ。もったいない。レオタードに手を出す前にな。こら、おっさん。あ、こうちゃん。どうも、どっか行くの？ええ、おばあちゃんが熱出して寝込んでるから手伝いにね。あれ、一人足りないみたいだけど。実はもみじはもみじで風邪気味なのよ。連れて行くわけにはいかないけど、置いていくのも心配で。ねえ、こうちゃん、時間があったら様子見に来てやってくれない？妹の私よりこんなやつのこと信用するわけ？もみじには私一人で十分。青葉、こうちゃん、良いお年を。コーリー、コーリー、あれだけ持ってきて。さすがによく飛ばすな。ああ。
野球留学ってのは伊達じゃねえか。そりゃ何が何でも失礼。神川、あれがお前に求めたストレートだ。あ、セーフティーバント、つまりか。どけ、うれ、ほ、アウト。ナイスプレー。華麗な守備でチームを救ったのは4番サードの牧原。ナイス中西。2番ライト小野田くん。ボール、ボールフォア。4番ファースト東くん。ポジションはセンターね。待ってください、私まだ中学生ですよ。構わん構わん、噂だと一軍も中学生を使うらしいからな。気に入らないな。何が？だったら別にセンターじゃなくてもいいんでしょ。ん？私はピッチャーです。なるほど、だったらこう。気持ちよくセンターを守らせてやるよ。小学生以来だろ、奴の球打つの。島、センターでいいか。一、二、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 一、二。一、二、一、二、一、二、一、二。一、二、一、二、一、二、一、二。ありがとう、青葉。変わるわ。あ、ナポリタン一つ。あんにゃろ、これを待ってたのか。一応、ちょっといいか。あ、ごめんね、青葉。ナポリタン一つでしたね、お客さん。ストライク。ん？もう少しフィールディングの練習がしたかっただけよ。あ？ストライク2。ストライク3。